行列に並んででも食べたいあるもったいない食材を使用したジェラートが今話題にこんなに粒になってたら全然分かってないですめちゃめちゃうまいです <laughs> さらになんと空き家の庭に放置されていた果物が絶品のフルーツスイーツに大変身自然の恵みを丸かじり噂のもったいないスイーツです 神奈川県平塚市市街地から車で15分のどかな田園地帯に噂のもったいないスイーツがあるといいます一面に広がる畑の脇にポツンと1店舗6月にオープンしたばかりですが週末にはご覧の行列が。 皆さんのお目当てこそがジェラートなんですもう十回目ぐらい結構ガバガバいけちゃうねこれねこれいけちゃうちょっと不便な場所にありながら遠方からもお客さんがやってくるその魅力はミルク感すごいですミルクの味を感じられて一番美味しいと思います実はこの店 乳牛を飼育している牧場直営のジェラート屋さん搾りたてのミルクを低温殺菌したとっても濃厚なジェラートなんですそれだけではなく使用される野菜や果物も地産地消にこだわりそんな新鮮な農産物にこそ「もったいない」の秘密がありました。 実は実は見た目が悪いサイズが不揃いなどの理由で味に問題がなくても市場に出回らない規格外の食材を使っているんです確かにジェラートにしちゃえば元の形なんて関係ありませんよね。 この日訪れたのは今が旬サツマイモを育てる地元の農家さんここううややっっっっててて折れれしまたたりするので、はいつを使ってもらえれば収穫したサツマイモの2割ほどはどうしても売り物にならなかったことが悩みの種だったといいますがそれをジェラート用として出荷できるようになったんです 我々ににととっては非常に力強いい方かなと思いますね、はい、仕入れたさつまいもは傷がついたところを取り除きあえて皮ごと蒸していきます蒸し上がったさつまいもをミルクなどに合わせて撹拌すればさつまいもの皮がポイントのジェラートの出来上がり元の形なんて全く分かりません 新作のジェラートは必ず生産者に味を確認してもらい納得してもらってから販売するといいます食品ロスを減らしお客さんも生産者も笑顔にするもったいないなスイーツふるさと納税の返礼品にも決まり今後オンラインでも販売される予定です。 自慢のミルクをもっとたくさんの人に味わってもらいたいとジェラート店を始めた濱田さん今後さらに地元の生産者を巻き込んでいきたいといいますあの人が酪、ね、農やめちゃったんだよとかもう農家やめちゃったんだよっていうのがすごい寂しかったので一、まあ、人でも残ってもらえるように何かのアップにつながってるのかなと信じてます。<laughs> 心変わって埼玉県にも。ちょっと変わった食材を生かした噂のもったいないスイーツがありました。焼けました。空き家スイーツです。その名も空き家スイーツなんと空き家の庭に放置されていた果物から生まれたんです。都心からおよそ50キロの鳩山町。 かつて都心のベッドタウンとして開発された鳩山ニュータウンですが近年は住民の減少と高齢化が進み点在する空き家が問題になっていますそんな街で生まれた空き家スイーツはカフェなどで販売されています 関係 <laughs> はとてものよくてこのネーミングにすごいあの皆さん興味を持たれてアアスイーツは季節によって顔ぶれが変わるフルーツのジャムがたっぷりのったクッキー現在は梅柿びわなど6種類全国どこからでもお取り寄せが可能です誕生のきっかけは 東京からこの町に移住しカフェを営んでいた菅沼智賀さんのひらめきでしたこう家の近くを散歩していた時に空き家になってもう熟して収穫されないままの柿がそのまま地面に落ちているこれもしかしてスイーツに使えるんじゃないかな改めて見渡すと果物の木がある空き家の多さに気がついた菅沼さん もったいないと思い人捨てに所有者に連絡し許可を得た上で就学したんですありがたいですよどうしったらね、もう手入れできないですよね使ってもらってで鳩山のねためになるならねそして友人の菓子職人山本さんと一緒に去年秋屋スイーツとして商品化したんですこの秋の新作は栗栗 素材の味を生かすため添加物を一切使わないのがこだわりしっとり食感の旬の栗を活用したアキアスイーツは本日から販売しています鳩山町のふるさと納税の返礼品にもなっているアキアスイーツ地元は盛り上がり賛同者も現れています皆さんに食べていただけて ううちの美和だと思うと思ちょっと自慢したいっていう感じですね自分の庭の果物を使ってほしいという申し出が続々とバリエーションがますます広がっていきそうです<ー>年代とか世代を超えて、まあ、いろんなパートで協力してくださる方が今支えていただいているので本当に皆さんの協力なしにはないスイーツです。もったいないな から生まれたスイーツが小さな街に楽器と笑顔をもたらしています。ジェイちゃん。10月から新たに生まれ変わるスーパージチャンネル。私たちがお伝えします。